皆さん、こんにちは。今日のビデオでは、制作中の BE 幻想郷鉄道シナリオについて紹介します。まず、使用するソフトウェアについて説明します。私は BE トレインシムを使用して、幻想郷の鉄道システムを再現します。このソフトウェアについてあまり詳しくない場合は、ここで簡単に紹介します。BE トレインシムは、マッコイー様によって開発された列車シミュレータで、列車の運転操作、線路の形、沿線の景色、信号システムなど、実際の鉄道をシミュレートできます。そのため、このソフトウェアを使って、実際の列車運転の体験ができます。そして、幻想郷鉄道に紹介します。幻想郷鉄道は、架空の、幻想郷旅客鉄道株式会社が運営し、東方プロジェクトの幻想郷の鉄道システムです。数多くの構想の中で、環状線が最初に製作される線路となります。その環状線は、幻想郷を一周し、幻想郷のほとんどの重要な場所をつなぎます。白霊神社から出発し、内回りに人間の里、妙蓮寺、森屋神社、高麻館などの主要駅を経由し、最後に白霊神社に戻ります。現在制作中の路線は、その一部であり、白霊神社から人間の里までの区間です。この区間は全長 22.4km で、6つの駅が設置されています。白霊神社は高架駅で、南人間の里と人間の里駅は地下駅です。現在の画面はこの区間の路線です。もちろん、まだ開発中なので、見ているものは最終バージョンではありません。このシミュレーション路線には、現在、白霊神社から人間の里への片道ダイヤが含まれていますが、将来的には延伸し、最終的には環状線路になる予定です。もし興味があって、もっと詳しい情報を知りたい場合は、JISBでコードリポジトリを見つけることができます。また、このプロジェクトの開発に参加したいの方は歓迎です。これ以上が全てのコンテンツです。ご視聴ありがとうございました。